はい、いつものとうございます。タカです。今回ね、こちら、はい、カゴメトマトジュース、食品無添加を紹介。これじゃないって。じゃなくて、サムネイルにもあると思うんですけど、こちら、ドーン。はい。ファルケン R ベイト150ですね。はい、こちらね、今回こちらをね、ちょっとインプレしていこうと思うんですけれども、まあ、トマトジュースうまいですよね。皆さん、こういうの好きですか？野菜ですね、ちょっと甘すぎて、あんま好きじゃないですけど、まあそんな話はいいとして、はい。以前ね、ビッグベイトの、タックルを選ばずに使えるビッグベイトのおすすめみたいなのをね、僕が紹介させていただいて、でね、他の方もね、いろんなこれいいよとか、これ入ってないですじゃないですかみたいなね、コメントとか結構いただいて、で、その中でね、このいくつかコメントがあったのが、ファルケン R。高宮さん、まあ釣り具のポイントとか、そういうお店で売ってるやつなんですけれども、非常にね、安くて、手に入りやすいというか、まあ、非常にこの低価格帯で買える、まあ、ビッグベイトというか、これもタックル選ばず使えるものなので、やっぱりピックアップする人も結構多いなというものです。で、僕過去にね、これ実は買ってたんですよ。で、買ってて、使おうと思って、何かこう動画で使おうかなと思ってたんですけど、しまい込んでて、あの動画を投稿してコメントいただいてから、あ、そうだ、これちょっと久々に出してみるかと思って、出してみた所存であります。はい。っていう感じです。なんで今回ね、まあ、こちらを紹介していこうと思います。まあ結構ね、やっぱりその前回の動画でも言ったんですけれども、やっぱビッグベイト、まあ例えばね、こういう、まあ、クラッシュ9とかいろいろありますけど、こういうのがあった時に、その、なんて言うんだろう、専用タックルを選ばないといけない、ニオンス級になっちゃうと、どうしてももう、その、わざわざそれを買ってやるっていうのも楽しみの一つだと思うんですけど、わざわざ専用タックルを買うまでこうお金を出すのもちょっとなみたいなね人も多分多いと思うんですよね。なのでまあもちろんねそのビッグベイトとこういうのって多分別物だとは思うんですけれども、そういう部類でもかつ安く手に入れるものってことですね。まあ結構ね前回紹介した動画の中でも比較的まあ3000円ぐらい低価格帯でもするんですけど、これね価格もっと安いですっていう感じで、まあこれをね今回見てもらっていただいて、もちろんこれネットとかでも買うことができるので、別に釣り具のポイントが近くないよって人でもね購入することができると思います。なのでね今回こちらをレビューしていこうと思います。バス釣りジャパンチャンネルは各種ルアーの使い方、季節ごとのバス釣り、こんな感じでちょっとね、まあ普通の人があんまインプレしないようなやつだったりとか、もしくはそういうね前回の、こういうね小池フルキャスト新製品だったりとか、まあ、そんなものをね、毎日動画投稿を行っております。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。はい、では早速やっていこうと思います。こちらファルケン R ベイト150ってやつですね。まあ、リップバージョンってあるんですね。安定した飛行姿勢で抜群の飛距離っていうフローティングモデル 32g となっております。で結構まあその裏にもスローリトリーブで斜めかく S 字にスイームする3ジョイントボディって3ジョイントなんですよっていう感じのやつで、まあざっくりと書いてます。まあ先行深度 70cm、まあ、シャローですねっていう感じになってますよっていう感じです。でこれねまあ、買った時にいろんな種類あって、実はねこれが150サイズなんですけれども、127っていうサイズと150があります。で127のリップレスとリップありってやつがあって、まあ、それ自重 20g ですね。はい、まあ、非常に軽いんじゃないかなと思います。でこれ 150g っていうのが 32g です、はい、でリップレスになると 31g になるって感じです。はい、という感じ。あとねソルトウォーター用っていうのもあるので、まあ、シーバスとか、まあ、何かしらビッグベイトを使うものでやっていけるんじゃないかなっていうものになります。まあちょっとねそんな感じで種類があるので選びしろもいろいろあると。今回まあリップ付きですねの、まあ、大きい方を買っておりますと。でこれをちょっと開けていこうと思います。まあ、実はねこれむちゃくちゃ昔に使ってきたことがあるんですけど、まあ、その頃と比べてやっぱビッグベッドを使うものもいろいろ増えてきたんで、そういうところのなんか感覚的な比較っていうのもできるかなと思います。はい、まあ、開けてみましたと。はい、まあ、フックはねあれですね、なんて銀色のやつがついてます。ちょっとねこれちょっと昔に買ったんで、もしかしたらバージョンが変わってるかもしれないですけど、まあ、基本的には大きく変動はしないかなと思います。まあ、針はねこだわるんであれば変えてあげた方がベストかなと思うけど、はい、こんな感じです。すごいな頭のここもだからでケツでしょ、123連結になってるんでむっちゃ動きます。こんだけ。はい、まあ、一応ね重さもね実測値っていうところ測っていこうと思うんで、今回もこの測りを持ってきましたと。はい、押してみましょう。31、あれ1g 軽いぞ。まあまあまあ3130ぐらいですね。はい、なんでまあグラム的には非常にね、もうバーサタイルタックルでいけると思います。はい、なので早速やっていこうと思うんですけど、タックルはまあそうですね、バーサタイルタックルでいこうかなと思います。なんで今ちょっと組んでるので言えばこれかな。はい、この前小池フルキャストをやった時用のやつでいこうと思います。 610MH、まあ、よくもうインプレイよく使うなこれ。はい、というやつと、メタニウム15メタニウム DC ですね。はい、こちらをちょっと用意していきます。ちなみに細かい詳細なんですけど、リップはねミノーみたいな感じのリップになってますね。なんか水をすごい受けるというよりは切るような感じですね。はい、ジョイント部分はまあしっかりしてるし、後ろの、ね、テールパーツっていうのはジョイクロとかあっち系のちょっと硬めのやつがついてるかなっていう感じです。じゃあちょっと早速結んでやっていこうと思います。多分ねフローティングなんでウェイトとか乗せるとまた変わってくると思うんで、一応ウェイトシールだけ持っていっときますね。あったかな、ありますね。よし、これをちょっとポケットに忍ばして、このファルケン R ベイト50だけ持っていきましょうと。はい、じゃあやっていこうと思います。はい、じゃあやってまいりましたということで、いつも押すね、なんかインプレ取るとき、こんな感じでなってますと。今ね重量感的に言うと、しっかり乗ってるけど全然 MH でちょうどいいかなと。 M でもいけるかなっていう感じかな。 ML とかだとちょっとしんどいと思うんですけど、まず飛距離のとこから見ていきましょうか。2ぐらいにしとこうか。内部どうなってるかな。そういえば内部見てなかったな。今年ね、メタニウム DC は出なかったけど、SLXDC XT が出るんで、あれがねこの IDC5 と一緒なんでちょっと気になりますよね。ちなみに IDC5 フロロカーボンと PE と、セッティング変えれるっていう感じになっておりますと。はい、じゃあやっていきます。まずちょっと飛距離ってところですね。結構乗せ感いいんで、おおいいっす、全然乗ります。でフローティングなんでね、もう思いっきり浮いてます。ピンクなんで見やすいと思うんですけど、でただ巻きすると、おーいいですね。うわ超なめかしいんですけどすごいな。わかりますかねこれ。おー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 、あでもなんかあんまゆっくりデッドスローに巻くとちょっとバランス崩れるというか止まっちゃうですね、アイジミキみたいに。でもう普通のレギュラーリトリーブ、XG の、これぐらいの巻き感覚でいけば、いやーすごい。ちょっとねやっぱゆっくりだと微妙っすね。普通ぐらい、これぐらい XG で。で泳がしてあげるとしっかりグレグレと泳いでくれるかなっていう感じです。なんか頭のねこの連結部分ですよね。ここのヘッド部分がここが先に動くんで、なんか後ろまでそんながっつりなんか電動してないなっていう感じです。なんでなんかレギュラーとかよりはちょっと比較的ファストぐらいの巻き加減の方がなんか泳ぎの質としてはすごい良さそうで、しかも結構早巻きしても崩れないです。あんまりすぎたらちょっと今斜めになりましたけど、XG でこれぐらい、巻き抵抗って部分はリップがちっちゃいんでそこまでねしんどくないですね。あれも MH ぐらいでしっかりかかってくるって感じなんで、それがどうかなっていうところはありますけど、すごいな、ヘビみたい。なんかマイキーみたいな。マイキーはリップがちょっと太めじゃないですか。太めで川島マイキーとかね。でそのリップが太めだからもっとオーブリングアクション強いんですよ。そんなにこうピッチがよく動くわけじゃないけど、ボディがしっかりグネグネと泳いでくれるっていう感じです。でフローティングもなんかむちゃくちゃ浮力が高いわけじゃなくて、スローフローティングぐらいかな。一応フローティングモデルっていうパッケージにはなってるんですけど、フローティングスローフローティングぐらいかな。おいいですね。やっぱりレギュラーリトリーブでぐーっと巻いてあげるクランキングみたいな感じですね。でも70センチなんで結局全然潜らないですね。表層今、ピンク色なんで見やすいですけど、基本的に表層付近から中層より上というか、ほぼ表層ですねで泳いでくれるっていう感じです。かといって水面でこうなんていうんだろう、こうバチャバチャしながらっていうのが、マイキーとかって結構できると思うんですけど、これだとあんまりねできないですね。だからもう基本的に使う用途としてはもうただ巻きのレギュラーリトリーブもしくはファストぐらいで使ってあげるんだったら全然いいと思います。で止めた時にふわーっと浮かんでくるんで、何かしらシャローエリアとかのこうリップがついてるんで、シャローエリアのなんか岩が入ってるよみたいなところだとちょっと使いやすそうな印象ですね。もちろん首振りドッグウォークっていうのはできないです。できないですね。ちょっとどうだろう、もうちょっとテンション抜いてみたらいけるかな。テンション抜いてめちゃ難しいなちょっときついな。やっぱり3連結になっていくことってこう後ろに伝達するパワーがやっぱ分散されるんで、クイックにはこう動かないです。なんで基本的にやっぱ巻くだけかなと思います。ただこれウェイトのしたりするとまた変わってくるかもしれないんで、それはちょっとこれから調整しましょうか。いいですね。はい、これ価格ね1000円ぐらいなんで、非常に安くていいんではないでしょうかっていう感じです。でもちろんねやっぱ釣れれないルアーって多分ないと思うし、全然このタイプとしてはありありのありなんで非常にいいんじゃないかなと。であとウェイトシールもちょっと貼ってみましょうか。まあ、ちょっと軽めのウェイトからデッドスローフローティングぐらいなんで、ジョイント部分があるんで、まあフックの後ろかなとりあえず。まあ、むちゃくちゃ軽めの 1.51g ぐらいのちょっと乗せてみてどんな感じか。まあ水温とかにもよると思うんですけど、ああでも 1g 乗せただけでも新規あ今サスペンドぐらいになってますね。いいですね、これぐらいだったらいいんじゃないですか。あこれリップとかね、もうちょっと大きいのとかあったらすげえ良さそうですけど。でもちろんリップの加減なんでウェイトのしたところでそんなに潜るレンジっていうのは変わらないですね。ちょっと変わるんですけど、あんまりその辺こうレンジを深くしたいんだったらちょっと厳しいなと思います。でもちろんドッグウォークっていうのもできないんで、できないことはないけど、これ多分うまい人とかってうまく動かせそうな感じはするけど、まあ、ラインセッティング今16ポンドのフロロカーボン巻いてるんで、まあちょっときついですね。もう 1g ぐらいのしましょうか。ちょっと後方に行きます。後方の、ジョイント分としては3つ目ですね。3つ目のとこにシンカーウェイト乗せてあげてやると、あもうシンキングですね。シンキングまあ沈むだけですね。動きにこう差が出るわけではないので、ちょっとやっぱ前食う時も若干沈み気味に泳いでくれるかなと思います。だからまあこれでいくんだったらもうこのまま投げて、もう普通にこのまま投げてもらって放置で沈ませておいて着底させて、そこからゆっくり巻いてあげる。レギュラーリトリーブで止めた時のこう制動力っていうのもそこまでないので、かといってジャークできるわけでもないんでね、ボトムにこうつけた状態で巻いてブル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 とかはできると思います。ただまあ何かあるところだとトレブルフックなんで値が勝っちゃうと思うんで、まあ、このウェイト差ってところが結構肝になりますね。はい、こんな感じです。それ見えるかな、反射して見えんかったすいませんけど、こんな感じですね。ただまあウェイトの乗せ感的にもこの連結めっちゃなってるけど、なんかキャストのアキュラシーが悪いとかいうわけではないんで、キャスト練習とかにも全然いけると思います。ただビッグベイト系である程度 30g 以上のものを使いたいとか、中型使いたいけどちょっとキャストまだ苦手なんだよねっていう人とかだと、これだと普通に何ていうのはこう精度よく投げれることができると思うんで非常におすすめかなと思います。まあこれリップとか外れたらね、リップレスバージョンまあインプレした方が良かったかもしれないですね。これテール外してみましょうか。逆にね多分外れると思うんで、テールは上に外すんだな。外れますね。そしてテールちょっとこれはテールもね別売りで売ってたのです。あえてテールをちょっと外してみるという選択をしてみましょう。今できる多分チューンテーはこれぐらいだと思うんで、手軽にね。こうなるとどうなるんだろう。あこれでも全然いいですけどね。なんかボディのその抑制力というか波動的な部分が少なくなるんで、テールなくても全然いいですね。もう一回テールとつけてみようか。テールはね非常に頑丈なんで、はいはい、テールのちょっと特殊な形状なんですよね。今テールなしでやってテール付きとのなんか比較的なもので言えば、でもやっぱりテールつけることによってこのウォブリングのアクションのこの何て言うんだろう、均一感っていうのが出るんで、まああった方がいいかなと思います。これテールちょっとタイニーみたいに逆にしてみましょうか。多分させれると思うんで、で何か変わるのか、逆差しですね。後ろ側が、ちょっと太くなったっていう形状になってるので、まあ大差あんま変わりないですねちょっとオブリングが柔らかくなった気がするけど、もうそれだけかなんで、別にもう箱出しのセッティングでそのままいいですね。まあもちろんチューニング次第ではいろいろなると思うけど、グレグネアクションが出るんであれば非常にいいですね。まあなんでやっぱりシンカーウェイトとかも 1g でもう乗せてしまって1個取った状態でやった方が良さそうですね。フロント部分に1個 1g のシンカーをひダウン盛り貼ってやるとサスペンド気味になるんで、ブル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 ってやってウッと止めてフッて折らしといて、ちょっとねやっぱ3連結なんで余韻が若干残るんですよ。不安っていう、まあ、不安っていうほどではないですけどね、不安っていうのを出したいんであれば非常にいいんじゃないでしょうか。まあ今ね正直パチモンとかいっぱいあると思うんで、さあどっちがいいのかって話になるんですけど、でもこの高宮さんのやつやっぱり正規的な商品なので、やっぱりすごいいいなと思います。そういうパチモンの個体差の外れとかっていうところはやっぱ少ないと思うんで、そういう部分では下手になんかビッグウェイトちょっとやってみたいけど高いの買えないからと思って安いの買うよりはこういうの買った方が実は良かったりすることもあるかもしれないですね。あ、いいですね、やっぱりこれがいいですね。普通にもう投げてあげてグーって巻いてきて、例えば今物は何もないですけど、物に当たったらちょっと止めてふわっでサスペンドさしといて、でそこからもう一回巻き始めてふわっ見せたいところで止めるみたいなやり方が一番いいんじゃないでしょうかと思います。はい、では今回ねこちらね、ビッグベイトというかまあ150センチクラスのねミディアムベイトってそんなに活かしてないな、まあまあそんな感じのねエルアーを今回紹介していきました。価格としても、990円とか1000円ぐらいで買えるので非常にお得ではだとは思います。ただやっぱりその汎用性という部分でいうとやっぱりそんなにないと思うけど、この巻くだけというかレギュラーリトリーブするだけっていうルアーとしてはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。1000円でこれだったらもう絶対これ釣れないところは多分ないと思うので、でまあさっき言ったとおりそのウエイト若干乗せて 1g 乗せると、まあ水温とかにもよるんですけどね、サスペンド気味になってくれるんで、サスペンド止めた時のこの3連結の余韻っていうところが出るので、その余韻を出して釣る方法もあると思うし、もしかしたらもっとこう細かくカスタムしてあげたりとかすれば非常にいいんじゃないかと。まあリップレスモデルの方がねちょっと汎用性は高そうだなと思います。またそれは入手できたらちょっとやってみようと思うんで、是非また見てやってください。ぜひ皆さんこれ買われた方とか使ってますよ、もしかしたら現役で活躍しますよとかいいやつ釣れましたよっていうのがあればね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。